2023年6月12日、5チャンネルにこんなスレが立った。ランチ代平均は400円に減少。物価高ラッシュでサラリーマンが削るのは日々のランチ代。ランチだけが楽しみなのに。早速スレを見ていこう。物価の上昇が止まりません。6月に入っても光熱費だけでなく、食料品の値上げも半端なく、家計への負担は増える一方です。そうした中で、エデンレッドジャパンが全国の一般社員男女を対象に、ビジネスパーソンのランチ実態調査2023を行っています。まず、6月の値上げで節約を意識するかの問いに対し、とても意識する、やや意識するを合わせて、9割の人が意識していることがわかりました。節約する項目としては、食費が 72.6% でトップ。続いて光熱費が 60.4%、レジャー費が 33% と続きます。光熱費は節約してもビビたるもの、レジャー費はよく行く人は削れますが、それほど行かない人にとっては削りようもなく。一方、食費は毎日のことなので、贅沢しない、間食を減らすなどちょっと頑張れば結果が出るということで、対象の一番手になっているのではないでしょうか。続いて、昨今の物価高、値上げにより家計が苦しくなっているかという問いには、昨年から苦しく感じていたが、今年からさらに苦しく感じる、昨年から苦しく感じていて、今年も同程度に苦しい合わせると 78.4% の人が苦しく感じているようです。ランチ代に変化はあったかの質問に対しては、減った、やや減った合わせて 38.3% で、ランチ代の平均は、400円と前回調査時の436円から、さらに減っているようです。さらに、ランチで金額を理由に食べたいメニューを我慢したことがあるかの問いには、よくある、たまにある合わせて 69.3% もの人が経験しています。過去の調査で比較しても、徐々に悪化していることがわかります。また、ランチを食べないことはあるかという問いに、4人に1人は、あると回答。こちらも過去の調査と比較してみても昨年よりランチを抜く頻度が高くなっています。社食や食事補助制度のような福利厚生がある企業であれば、こうした努力を提言できるとや思いますが、大多数の企業はそうではないようです。400円と言ったらコンビニでおにぎり2個程度。コンビニの弁当もどんどん値上がりしている中で、ランチをどうするか問題によるサラリーマンたちは悩んでいる実態が浮き彫りとなりました。でも自民が大好きです。日本人は間抜けなまぞ揃い、苦しんで生きていけよ間抜け。コンビニのおにぎり2個で400円とか、もっとマシな作文書けよ。そんなもんだよ、今のおにぎり高いんよ。まったくだ、コンビニでおにぎり2個買ったら500円だよな。食いすぎだデブ、120円のおにぎり2つと、野菜ジュースで十分だ。ブルーカラー多いんか、食いすぎだろ。高いわ、かわいそう。さすがにネタやろ、そんな国があるわけがない。女さん、今日は私にご褒美、3000円のランチにしよっと。老後に苦労するのに。ええー、公務員やインチキ法人や大手と、庶民の格差が。公務員になれなかったお前の自己責任。コンビニでカップラーメンだな。カップ麺はスーパーで買え。そら税負担率 50% だもん。400円で何が食えるんだよ。松屋の牛飯。富士そばで、かけそば、うどん、128円のおにぎり3個。消費税入れたら、それすら買えんだろ。無職並みの節約だな。大人は我慢して子供に食わしてやらないとな。イライラしてる奴が多いなと思ったが、みんな腹減ってイライラしてたんだな。この国はここまで来たか。ご飯炊いて冷凍食品とゆで卵とミニトマトとブロッコリー入れや150、200円やで。米だけ持って行ってコンビニでホットスナック買うんだな。日の丸弁当の復活。平均だからな、1000円超えもいれば0円や200円ぐらいもいるんだろうな。コンビニでも400円は厳しいよな。おにぎりやサンドイッチになってしまう。あとは社員食堂。俺は職場での昼飯はここ15年以上は家で握ったおにぎり1個だ。ちな年収650万。その代わり週末のランチは外食。日本は物価も安いし税金も安いから暮らしやすい方だよ。働いたら負けじゃん。インフレ下でこれだけ平均下げようと思ったら空格はないかの2択だろ。初対持ちは大変やな。独身は1000円でも余裕。ぶっちゃけ最近はランチで1000円以上使う日も多い。今日食った天丼そばセットも1100円だった。ジュース160円、昼ランチ700円、コーヒー110円、節約したつもりでもこんな感じになる。自分もそんな感じだった。次第に朝夜2食になって昼休憩は寝るか散歩になった。リーマンも1日1食の時代が来てるな。スタバなんて1回行って高くてビビった。丸の内でエリートが昼休みにコールドブリューのブランデかなんか買ってたわ。貴族だよあれ。そんなに節約して投資でもやってるの？もう増税しかないね。悲しいね。大増税してもらって自民党の再分配力に期待やね。日本だけの現象じゃないから。マスゴミは何も知らんのだろうが。大好きな白人民族も昼は缶詰食材のサンドイッチ食ってるよ。わいかねないとかじゃないけど仕事が忙しくて運動できなくなったから最近ランチを抜き始めた。朝食をちゃんと食べてたら全然腹が減らないわ。マジで1日3食は食いすぎなような気がしてきた。それなりにちゃんと食べるんだとブランチと夕方くらいでいいよな。小腹すいたならもろきゅうとかトマトやリンゴかじったらパーフェクト。
上がった給料を昼代に回さないの。給料はまだ上がっとらんしな。他の値上がりで実質減給だわ。平均400円ってことは200円や300円で昼飯済ませてるリーマンが多いってことだろ。何のために生きてるの？デブス嫁とクソガキのためでね。一時の性欲に負けた結果。弁当作れや。基本は昨夜の晩飯の残り詰め合わせですわ。サラリーマンの皆さん、幸せですか？これで政治に怒りの無先が向かないからいつまで経っても舐められるんよな。安倍が殺されても何も変わらんかったし。都心に通勤する平均的なリーマンなら昼食プラスアフターコーヒーで1000から1500ぐらいじゃないの？俺の周りもそんな感じだけど。都心通勤してるけど予算は400円だわ。うちの周りは550円弁当が盛況やで。弁当楽だしコスパいいけど、バランス悪いんよな。サラリーマンが嫌なら資本家になれば、サラリーマンを選んだ自己責任だろ。サラリーマンかつ資本家を選べばええやん。最初から資本家とか世襲やろ、ただの。お前らの給料上がらないのは、牛丼300円で食べてたつけ。ジョジョ4部で上司が、飲み物代込みで昼飯代500円はきついと言ってたけど、今はそれよりも貧しくなったのか。近所のかそってた500円ラーメン、今は長者の列、先見の目あったのかな。結局、薄利多売が勝つんよね。金持ちなんて気分屋が多いし。これ本当に結婚や子育てとか罰ゲーム感加速するよね。コロナ前は既婚者もまあまあ元気で独身者煽ってたけど、今はもう無理でしょ。日本マジで終わるね。ほんこれ、小遣い3万円でワンコインランチとか悲惨すぎる。嫁は昼に2000円のランチや、奴隷は我慢せい。タバコとか酒とか無駄なことを一切しないし、スマホも MVNO だから普通に800円くらいのランチしてるわ。昼飯に好きなものが食べられなくて働いてる楽しみあるの？中間層の多くが400円ランチとかだったらその会社の若い人夢ないよね。家庭都合とかダイエットみたいなの含めたとしても。昨日カップヌードルビッグ買ったら300円近かったんだけど、さすがに物価高を感じたわ。それな、もうカップヌードルビッグはブルジョアの食べ物になったな。もう1年買ってない、高すぎて手が出ない。そのうち自称専門家が1日3食は実は体に良くない、1日1食か2食にしろ、って言い出しそう。もう言ってるかな。すでにごちゃんですれ立ってたぞ。やっぱりあったよな、もうこの国やべえわ。社食で380円の定食食ってる俺は最下層だったのね。最下層ではないけど、どちらかといえば弱者男性だな。カップ麺は安くて助かるけど、カロリー高いし発がん性もあるし、何より栄養がないから不健康まっしぐら。カップ麺はあかん。俺もカップ麺やめたら一気に健康になった。あれはあかんよ。日本政府見てるか？額面給与1円も上がらんぞクソが。支持した人たちも、支持した人たちを阻止できなかった人も、すべて共犯な、日本にいる人はすべて地獄における自由がある。底上げ弁当ってのを初めて見た時は中間人が考えそうなことだと思ったよ。数年前そう言って中間バカにしてたら日本人も同じもの食うようになってたの本当はロタ。400円じゃ十分な栄養取れないだろ。不正生ポの方がいいもの食ってるぞ。冷凍食品とかならいけるぞ。自炊ならさらに余裕。物価が上がる以上に稼げばええやん。まったくだ。黙って海外に出稼ぎに行けって話だよな。本当にマジで物価がすごいことになってるよね。買い物に行くたびに全てのものが量が減って値上がりしていてるのを、ひしひし実感させられて嫌になる。貧乏人は体が資本なのに食費削ってどうすんだよ。定年過ぎまで住宅ローン払えますか？子供を大学まで行かせられますか？自分の体がぶっ壊れたらそれ不可能になりますよ。専業主婦たちのランチ代の平均は？今専業主婦だけど、買い食いしない、外食しない。すべて自分で作って食べてる。今日は家庭菜園でできたサラダ菜にキュウリトマトにツナを乗っけたサラダと、自分で漬けた梅干しのおにぎり、砂ずりを焼いたもの。家から白飯の上にシャウエッセン2本と目玉焼き乗せた弁当を自分で作った方がいいよ。400円を3日貯めて1200円にすれば贅沢して美味しいランチ食べられるし。シャウエッセンも6本で500円だからまあまあ高い。400円で買えるものすらわからない情弱無知を花畑のごちゃんおっさん。麻生がカップ麺の値段わかんなくて叩かれてたが、俺もだんだんいろいろわからなくなってきた。そういう人いるよな。安倍も3人質疑で、パートで奥さんが25万円稼いだらですよって発言してまあまあ人々を不安にさせたよな。両人ともスーパーウルトラお坊ちゃん育ちだしな。庶民生活なんて知るよしもない。サラリーマンの心配もだけどさ、外食産業の方がヤバいんじゃないの？平日昼間は奥様たちでごった返しているよ。台湾言うごとで公言しするしかないわ。日本のリーマンなら赤紙一枚で文句言わず死んでくれるだろう。氷河期、また俺らか。税金下げろや。嫌なら日本から出て行け。オーストラリアにでも行けよ。自炊しても電気ガス上がってトントンになってきた。頼みの冷凍食品と卵が当てにならないから。冷凍も小さくなって値上げしてるからすごい値上がった。タイパはいいけどコスパはかなり悪くなったよ。ベトナム人たちみたいに何人もまとまって一部屋に寿司詰めになって生活費を減らして暮らせ。そのレベルまで生活レベルを落とせば日本人も生き延びられるだろ。30以上独身こなし税導入で飯食わすな。うるせえよ奴隷、一生奴隷。
コンビニのゴミ箱に捨ててある廃棄弁当って持ち帰って食っていいのか？窃盗になる？とうとうこじきが。昼飯抜くなら、せめて 500ml のシェーカーに、プロテイン 40g、ココアコ、フラクトオリゴ粉末とオリーブオイルぶち込んで持っていけ。そこそこのクオリティの選んでも150円。晩飯で野菜キノコたっぷり取れば、栄養的に資格ない。金ないからつってカップラーメンなんか食ってるやつは、騙されて死ぬタイプの情弱。脳筋バカ。気になって調べたが、サラリーマンの理想的なカロリー配分って昼が一番多いんだな。小屋400円の奴らは早死ににするわ。国策で現役世代が年金世代になった瞬間、成人病悪化で死亡が理想だろうよ。ジジババ、年金月25万で全然足りんわ。多くの普通のお年寄りはそんなもらってないぞ。そんなことも知らないなら他人妬んでないで頭悪いんだから少しは勉強しとけ。店側は人件費、水道、光熱費、飼料費とバカ上がりだから、そりゃ潰れる店もバンバン出てくるわな。俺の行く店も880円から1000円に上がっていくペース減らしたもんな。食中毒出す店も増えてきてる感じだな。やっぱ背に腹変えられなくなってきてんだろうな。大企業の社食ほど1000円から2000円取った方がいいよな。食堂は外部委託業者だよね。大企業からどんどん金を回していかないとな。周辺のランチに流れるだけやろ。アホなんかな。お前みたいなケチの貧乏人は東京には必要ないんだよバーカ。一週間分のお好み焼き5枚を週末に焼いて、お好み焼き弁当を持って行ってる。白いご飯にお好み焼きを乗っけるだけ。お好み焼きの具材は1枚ずつ違う。節約において一番賢いパターン。お好み焼きとご飯、一緒に食べたことあるけど吐きそうになったわ。あれは大阪人しかできない。何のために働いてるんだろ？極論で言うと死ぬため。野望とか目標がない奴は死ねないから生きてるだけだろ。今日2000円使ったぞ。東京住むのやめればいいのに。マックも高校生で賑わってたわ。安くて腹持ちが良くて手軽に食べられるものって何かない？ペヤング超大盛りかな。カロリーメイト半分と牛乳。バナナでも食ってろ。ひたすら白米じゃないか？腹持ち最強なのは。ふりかけ、茶漬け、多少数のおかずがあれば死なずに済む。肉は年に1回食えばいいだろ。400円ランチのリーマンは、欲しがりません。手取りが上がるまでは。なんでそんな削ってるんだろ。ごくごく一般的な給与しかもらってないけど一食1000円くらいは使ってるぞ。安いのはカロリー高すぎるんだよ。お前は親に養ってもらってるからだろ。シャンプーの容量が1割減ってサイレント値上げされてた。最近なんでも1割くらい高くなってる気がする。まだ小売価格転嫁、半分終わってないんだぞ。別にスマホに通信代にネット代にゲームにって娯楽費ありまくってるんだから 1.5 倍くらいまでなら払えるでしょ。家庭持ちは弁当が多いんじゃない？うちは旦那に弁当作ってたし今はリモートになったから家で昼ご飯作ってるから一食300円いかないくらいかな。リモート最強説あるな。いい嫁さん。今春、農業の飼料や肥料が昨年の2倍以上の値上がりしてます。食料品の値上げの本番が始まる。秋からまた食料品価格ブーストするって噂だが、重税は許容範囲？値上げなのに減ったということは手作り弁当になった人間増えたのかもな。そういうところかな。あと、回答が、出社しないテレワークが広がったから、自宅飯になってるのかもしれん。食事代を削る前に、交際費有効費を削れ、贅沢してっから金がなくなるんだ。その通りだわ。当たり前のようにスマホ持ってるしな。スマホやめて中古のガラケーなり片落ちのスマホにして通話とメールオンリープランにしたら通信費なんて一気に安くなるのに。それでも年1回アップルには15万貢ぎたいバカばっか。イギリスでも1B 一食でしのぐ人が増えたと問題になってる。ヨーロッパはウクライナ戦争で光熱費高いからインフレは日本どころじゃない。給料だって増えないから相対的には日本より厳しい。俺は今月から霊園。お勤めご苦労様です。子持ちはどこまで罰ゲーム受けてるんだよ。お前の嫁はご褒美で贅沢三昧なのに。幸せ度高いんだってさ。そう思わないとやってられないからしょうがないな。洗脳解けたら気が狂うもんな。国民を貧しくして、円安、給与低下、そのくせ値上げ。それもこれもインバウンドで外国人を遊ばせるためにやってるとか、よくまあ暴動にならんよな。闇バイトがはびこって当たり前なのに、闇バイトは叩きまくる日本人。お前はなんで暴動しないの？一生懸命勉強して頑張った結果がこれか、哀れだな。大工でも年1000超えるのにね。休みの日に服用する人は早死にすると思う。正しい。月収30万の地方公務員だけど、ランチ代は800円だけどな。それ日本の最高ランクの職業だから。平均年収500万の仕事が最高峰の職業とか恥ずかしいからやめてくれよ。ジム、月 1.5 万円、8000円、散髪、月5000円、オンラインに代わってバリカン坊主で霊園、これだけでさらに1万2000円節約した。バリカンはいいよね。月2回くらい風呂場で処理処理してる。何で商品の金額上がってるのに400に下がるんだよ。逆だろ。賃金はそこまで上がってないからな。日本の実質賃金はマイナスに転落してるから、すべてにおいて節約するしかない状況。サラリーマンのガキも奴隷になるために塾に通ってるの見るわ。あれは最高だな。
塾行ってもちゃんとした奴隷になれるかどうかわからないっていう。サラリーマンのガキなんて足かせが光ってる奴隷か光ってない奴隷かの違いしかないから。令和はあまりいい時代ではないな今のところ。これから戦争盛り上がるからもっと貧困になるよ。ビッグマック、450、手が出せん。豚の餌とか揶揄されてたのにサムライマックのセットが1000円の時代、恐ろしすぎる。カラス見るたびに思うのだけど、あれ食えないのかな？まずいと思う。カラス逃げてー。スズメは美味しそうだけどカラスはゴキブリみたいにギトギトしてそうで無理だな。本当に小遣いなくなってみ。家からふりかけ盗んで昼飯の時に舐めるから、めっちゃ嫁に怒られた。子供のふりかけ盗むなと。虐待案件、どうしてそうなった？悲しいなぁ。結婚なんてするもんじゃないな。マジで政治に不満持たずに黙ってるやつ多すぎるわ。投票も行かずにやられ放題で、こっちまで迷惑するからやめてほしいな。日本で民主主義が機能する場合は選挙の時だけ。昔は選挙権は得固いものだったのに、投票を放棄するやつは大金を捨てたようなもの。痩せてる女の子見るけど、ガリガリの子供増えたな。海外旅行したけどスラム街以外では見なかったのに、平成初期の街並みのビデオ見るとみんなふっくらしてる。このスレッドは一線を越えました。ライフタイム、51分、59秒。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。